ました。打ち上げ祭り一部スペサポンファンクラブも外れました。そうなんですか。でもそれは倍率が高かったってこと。でも来てほしかったね。ごめんなさい、それは申し訳ない。また来てください。サバババさん、だるまありがとう。今日ねムック本もらったんです。またあそこに飾らないといけないや、忘れてた。ムック本もらいに行って、自分のページ見ました。マリチ5213、だるまありがとう。やっほー。さい、今日はねなんかテストのこういうまとめを作るの好きで、こういうのいっぱい作ってるんですよ。これやろうかな。こういうね赤で隠せるみたいな。そらさ、ずっと生物とかも勉強してなくて、今も何にも分かんなくて、簡単なところでも分かんないんです。いや難しくないよ、こういう。そう、今日は三つ編み、別に何かあったとかではなく、この配信のためにしてました。これ DNA はヌクレオチドとデオキシリボーズ、塩基の並びを、塩基って読むのかも分かんないし、でも塩基って書くよね。塩基配列、アデニン、チミン、グラニン、シトシン、対になっている相補性を見つけたのはワトリンとクリック、アミノ酸の即鎖アミノ基、カルボキシ基、グリフィスは L 型菌から S 型菌にネズミが変わる形質転換を見つけた。ライカさん、ハートありがとう。やばいんだよね。R 型菌 S が生じる、タンパク質生じない、生じない。DNA は細胞が分裂するとき均等に分配される半保存的複製。的複製。分裂期と分裂をしない期の細胞周期。DNA は基準量の2倍となる間期。G1 期合成の準備、 S 期複製、 G2 期分裂の準備。楽しそう。楽しいか。やべえ、今日何食べた。今日はシチューを食べました。じゃあパングさん、ハートありがとう。なんかさ、これどうやって覚えたらいいの。タンパク質はアミノ酸が結合。てか今日ね、あのね、学校から帰ってきてね、
遠くにあるね皮膚科まで行ったんだよ。遠くにある皮膚科に行ってるんだけど、その遠くにある皮膚科に前行った時に保険証をなくしちゃって忘れちゃってて全額負担したの。全額負担したけどやっぱり嫌になって取りに行った、お金保険証を持ってって。そしたら3人清水さんがいた。清水さん診察室に来てくださいとか言われたから、みたいな、診察室なんて行かないんだけどって思った。診察室なんて、そう今度乗ってくるじゃダメだったんよ。しかも保険証持ってたけどなんか更新される前のやつだったからダメって言われて、清水さん診察室にみたいな、私今日診察じゃないですって何回も言いました。それでお金返ってきた、8000円ゲット、イエーイイエーイ、8000円ゲットだぜ、8000円ゲットだぜ今日。それでやったーってなった。親戚だった、違うよ、全然知らない人だったけど、ありふれてるから。そうゲットしたよね、8000円、まあもう自分のだけどゲットではないけど。だからなんか今からありったけのお金でカフェ行こうかと思ってる勉強しにね、浪費家だね、すぐ使っちゃう。そうなんかね病院の待合室めっちゃ好きで、そこで音楽聴きながら暇するのが好き。なんか待ち時間、座って待ってる待ち時間がめっちゃ好き。8000円で、いやまあ8000円でカフェに行くっていう意味ではないよ。リエチちゃんみたいな、あそうなの、たまたまだ、知らなかった、奇遇だね。やばいんだよねっていうか本当にこれがやばいけど、もうやばいから、やばいからもう歌歌おう。カフェや喫茶店で勉強してはかどる、うん、はかどるよ、そっちの方が、そっちの方が皿的にははかどるんだよね。初見さんありがとう、初見さんありがとう、初見さんありがとう、これツイキャス、初見さんありがとう。なんかないかな、いい歌。声出るか分かんないにゃ。 STU の曲にしようかな今日は。あんまりないねやっぱり。なんかあこれにしよう、あんまり歌ってないから。サラこれやったことあるんだよ、見たことありますかサラの。振り絞って私から踏み出した、どうでもいい話題に紛れ込ませて隠していた切なさとか愛しさとか伝えてみた。あなたは少しだけ困った顔しながら付き合っている彼女がいるなんて
それでもまた気を使って微笑んでくれたから惨めになる。このタイミングで無理して言わなきゃ怪我しなかった。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然膨らませてた心の風船が割れて鏡込んじゃって立ち直れない。好きになるのはとても簡単なことだけど、そうしそう愛は奇跡に近いのかもしれない。あっという間に希望が消えて、それでもなんの屈託もなく綺麗な夕焼けに悪態つけよう。してたい。ちょっとろれつが回らない。二人の関係が微妙に気まずくなる。あ、いや、崩しない。わかんない。出直してきます。次行こう。なんかユニットないのかな。気にしない。だってたった一度きりの人生じゃないか。好きなように生きなきゃつまらない。やりたいようにやらせてもらうぜ。みんなからやめろって言われるけれど、君に会った瞬間恋してしまったんだ。ボーイフレンドがいっぱいいたって、遠い場所から眺めるだけで構わない。恋に一番なんて全然関係ない。好きになれただけでなんて幸せなんだと思う。運命ってやつを本当信じてしまった。僕はずっと君を好きでいるし、そんな存在に巡り会えたことに感謝する。それ以来好きでいられること、僕はついているんだと思う。運命ってやつを本当信じてしまった。僕はずっと君を好きでいるし、存在存在に巡り会えたことに感謝する。それ以上の未来望んではいないんだ。愛は与えるものさ。じゃーん、じゃらっちゃっちゃらん、という感じでした。
何か歌おうかな。あ、待って、ふん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 、ふけいさんありがとう、カプラマスがありがとう、こんばんは。じゃあ今日は歌声でラストですね。
ありがとうございます。前髪苦手。ありがとう、めっちゃいい曲だね。やっぱりいいね、歌はいいですね。やっぱり私は歌が好きですね。サババーバーさん、だるまありがとう。山勝さん、花束ありがとう。森地521さん、だるまありがとう。リサーチャーさん、だるまありがとう。スカルノさん、ハートありがとう。きよしさん、だるまありがとう。本門さん、ハートありがとう。きよしさん、だるまありがとう。マッツンさん、タコありがとう。アイルハムーさん、ハートありがとう。アブヒリシーマーさん、ハートありがとう。アキマンさん、ハートありがとう。ミータさん、ハートありがとう。ミータさん、だるまありがとう。ジャーパンさん、ハートありがとう。ユーリさん、かわいい、ありがとう。ミータさん、ハートありがとう。リゾートダイバーさん、ハートありがとう。ムヤ太郎さん、だるまありがとう。ジャワパンさん、バラありがとう。アキマンさん、タコありがとう。平次さん、だるまありがとう。初見さん、星ありがとう。ペさん、イケヨさん、だるまありがとう。流行語大賞さん、ハートありがとう。アキマンさん、ペンライトありがとう。ペさん、パチパチありがとう。流行語大賞さん、ハートありがとう。アブヒリシマさん、バラありがとう。流行語大賞さん、音符ありがとう。アキマンさん、ミラーボールありがとう。モリチ521さんもミラーボールありがとう。ペさん、ペンライトありがとう。マックスさん、だるまありがとう。タツオジさん、ハートありがとう。モリチ521さん、優勝ありがとう。ユーリさん、ペンライトありがとう。流行語大賞さん、音符ありがとう。アツオジさんも音符ありがとう。28センチさん、タコありがとう。プーパーさん、ハートありがとう。テッカモテキさんもハートありがとう。アツヨシさん、ハートありがとう。サトシさん、ハートありがとう。おじさんぽマスターさん、だるまありがとう。いっぱいありがとう。マクドで勉強したことありますか？もちろんありますよみんなあるでも絶対。お話の経緯の決済今日まで、あーみんなぜひお願いします。じゃあそろそろ配信終わろうかな。私勉強しに行ってきます。サークル機能が分かんないや、 X の。それではランキングを読もうかにゃ、読んでいく。13位、高優さん、ありがとうございます。12位、28センチさん、ありがとうございます。11位、ゆうりさん、ありがとうございます。10位、もや太郎さん、ありがとうございます。9位、本望さん、ありがとうございます。8位、キキザピクシーさん、ありがとうございます。7位、流行語大賞さん、ありがとうございます。6位、ペさん、ベさん、ありがとうございます。5位、タツオジさん、ありがとうございます。4位、キヨシさん、ありがとうございます。3位、ミータさん、ありがとうございます。2位、アキマーさん、ありがとうございます。そして1位、マチコニちゃん、ありがとうございました。ちょっとサラは情報を勉強していきたいと思います。それではありがとうございました。情報やるんご、バイバーイ。配信ありがとうね、みんなありがとう、バイバーイ。